リソージャーと働く車たちがかくれんぼ。みんなはどれくらい働く車を見つけられるかな。おっと、早速見つけたぞ。あれはなんだ。よし、行ってみるぞ。ダンプトラックだ。見つかっちゃった。ヘボー。よし、どんどん行ってみるぞ。今度はどこにいるかな。この岩の影あたり、怪しいな。どれ。いやっはー、やっぱりいたぞ。トミカのお魚屋さんだ。なかなか調子がいいぞ、流走レッド。チャッチャーチャラチャチャッチャーン。おいしい、おいしい、お魚だよ。さてさて、どんどん参りましょう。むむむむ、ここにはいないみたいだ。どれどれ、あっちの方に行ってみようかな。あの、僕と同じ赤い車は、トミカの消防車だ。こんなとこに隠れてたのか。ファイヤーレスキュー、ゴーレスキュー。トミカの東京消防局。流走レッドでなかなかやるな。僕も負けないぞ。次は流走ブルーがチャレンジだ。あれあれ、よく見ると土の中に隠れてる働く車がいるぞ。よーし、見つけたぞ。働く車、ゴミ収集車だ。わー、参りました。よし、この調子でどんどん行ってみよう。お、なんだなんだ、白と黒のガイドのサイレンがついてる車はお母さんだ。なかなか流走ブルーも探すのが上手だぞ。この辺りにいると思うんだけどな。どこにいるんだろう。シェリフはこんなところで隠れてるぞ。ははぁ、ビューソーブルー、僕を見つけることはできるかな。ああ、風だ。ああ、でなんだシェリフ、自分から出てきて草むらをガサゴソガサゴソ探していくぞ。あ、赤い車がいたぞ。これは、ユービー車だ。やっほー。ブルー、なかなかやりますね。そう、グリーンがとことこ歩いていくぞ。あの、黄色い車は忍び足、忍び足つけました。これは黄色いブルドーザーだ。おお、流走グリーンが大きなブルドーザーを見つけたよ。なかなかやるじゃないか。奥の他にも大きな働く車が隠れてるよ。なんてこった、パンナコッタ。参ります。むむむ、あれは黄色いショベルカーだ。僕も見つかっちゃった。ガックス。よし、どんどん行きますよ。流走グリーンも気分が乗ってきてるぞ。うむ、皆さん見つけました。あれを見てください。お次は大きな大きなゴミ収集車。こんなところに隠れていたんですね。流走グリーンは見つけるのがうまいな。さあ、ゴミ収集車観念なさい。流走グリーン、分かったよ、もう押すなよ。うわー、最後はショベルコの私と同じグリーンのショベルカーです。俺様は流走ブラック。実は流走レッドや流走ブルー、流走グリーンよりとってもかっこいい流走じゃなんだぜ。それー、この中だってへっちゃらなのさ。水の中にだって車たちは隠れてるはずさ。お、黄色い車がいたぞ。それー、これはターズのミス・フリッターだ。イエーイ。よし、どんどん行くぞ。みんな僕についてこい。おっと、お次は僕と同じブラックの車だ。トミカ交通のタクシーだ。お客さん、どちらまで。トミカ交通のタクシー、見つけ、それ。よし、僕の得意な泳ぎクロールを見せてやる。わおー、輸送ブラック、泳ぎもお手の物だ。さてと、お次はお次はどこにいるかな。おっと、石の上に見つけたぞ。アンパンマンゴーだ。パンマン、ワッキー、ミッサン、ヘユー。黄色い可愛いバスも見つけたぞ。パンマン、ワッキー、アンパンマン。黄色いバスも川に流れてドンブラコッコー。よし、みんなでもう一泳ぎだ。それー、水遊びはとっても楽しいよ。よし、最後は私ね。張り切って頑張ろうかしら。ウソピンクもみんなを見つけることができるかな。これは白の観光バス、デラックスバスって書いてあるぞ。またまた見つけた。今度は白い救急車だかな。流走ピンクもどんどん見つけていくぞ。前には誰かいるかしら。なんだな、何か見つけたわ。恐竜。何する
ク、大丈夫か？今僕は助けるぞ。メーターも僕に捕まるんだ。よし、僕たちが川を埋め立て工事するぞ。いやっほー、働く車が大活躍するぞ。ははー、はいなー。うわ、マックだ、とっても大きいな。あ、向こうからはメーターもやってきたよ。今日は天気がいいからドライブに出発だ。レッツゴー。あ、働く車たちもいるぞ。うわー、マック何するんだよ。ひぃー、はっはっは、道が狭いから通れないんだよ。ライドー、なんてこった。ゴミ収集車に消防車にパトカー、ウィルソンにショベルカーもどんどん倒されていくぞ。ひえー、冷たいよー。うわお、ダダンダン号だ。それー、あーゆうへほー。お次はタンクローリーだ。バッシャーン、ヒッヒー、バッシャーン。アンパンマンもさようなりー。うわー、メーターやめろー。メーターも体が大きいからみんなどんどん水の中に落ちていくよ。最後は広いバスだ。ひー、顔がびしょびしょで力が出ないよ。マロニー、ポイポイポポイポイポイポポイ、レスキュー。はは、誰も僕を止められないぞ。へへー、うわー、行き止まりだ。僕もびちゃびちゃになっちゃった。とほほー。マックも悪いことばかりしてると水の中に落ちちゃうぞ。ソルティー、ハンマーハンマー。よし、僕の出番だ。わお、とっても大きなクレーン車がやってきたぞ。マック、メーター、大丈夫か？ひえー、大丈夫じゃないよ。 SOS SOS。 よし、僕に任せておいて。しっかり足元を固定していくぞ。よし、今度はウインチレバーを下げていくぞ。この赤いレバーをくるくる回すとロープが落ちてくるんだ。かっこいいぞ。よし、マックにうまく引っ掛けたぞ。うわぁ、すごいパワーだ。ひえー、助かったよ。もう働く車たちにいたずらしちゃいけないぞ。よし、お次はメーターも助けるぞ。ペッペ、水をたくさん飲んじゃった。お次は大きなショベルカーの出番。土をどんどん掘っていくぞ。すごいパワーだ。おい、ショベルカー、僕の中に土を運んでくれ。ショベルカーとダンプトラックはとっても仲良しだ。よし、それじゃあどんどん砂を運んでいくぞ。ところで一体何のために砂を運んでいるんだい？僕たちはさっきの川をこの砂で埋め立てるんだ。え、さっきの川をこんなことうまくいくのか？よーし、いっぱいになったぞ。レッツゴー。ここだな。せーの、よいしょ。わっふー。よーし、お次はロードローラーで地面を平らにしていくぞ。オッケー。今度はたくさんの石を運んできた。よーし、一気に行くぞ。それー、うわぁ、とっても力持ちで、かっこいいなぁ。よし、ロードローラー、あとは任せたぞ。任しとけ。えっほ、えっほ、えっほ、えっほ。よし、完成だ。早速走ってみよう。パトカーがやってきたぞ。うんうん、なかなかいい感じだ。お次は消防車がやってきた。レレレレレー。消防車の次は、救急車だよ。そして今度は青色のゴミ収集車だ。僕もうまく渡れるかな。やっほー。トミカの郵便車は、うわー、僕にはちょっと無理だ。あれは、今度は恐竜がやってきたぞ。アンビリバボー。うわー、これなら顔が水に濡れないね。最高のハッピネス。いろんな働く車を出して遊ぶぞ。みんなはどれくらいわかるかの。まずは手前のこの白い車、これは何かわかるかな？これは救急車だね。今度はこの手前の大きな白い車、ここにはポリスって書いてあるよ。これはパトカーだ。よーし、今度はこの黄色いローラーのついた車はわかるかな？これはロードローラーだよ。お次はどれにしようかな。よーし、これだ。オレンジ色のこのトラックは、あ、わかったぞ。コンクリートミキサー車だ。お次はこの緑と黄色の車、これはダンプトラックだ。下には小さい車もたくさん入ってるよ。
この真っ赤な車は消防車だ。かっこいい。これも真っ赤な消防車。ここにはホースがついてるよ。この白い車は何だろう。みんなわかるかな。これは観光バスだよ。観光バスはたくさんのお客さんを乗せて走るんだ。ドキンちゃん。誰だこれは。バタコさん。よし、次はどれにしようかな。ん？この車、どこかで見たことがあるぞ。これはモグリンゴだ。バイキンマンは今日は乗ってないみたいだな。よし、この大きいのは何だろう。ビヨーン。わかったぞ、これは戦車だ。ここが開くぞ。お、かっこいいの。わしも入れるかの。いやっほー。よーし、小さい車もどんどん行くぞ。消防車。お次は黄色のブルドーザー。後ろには小松って書いてあるよ。コスモ石油って書いたタンクローリーだ。中には石油が入ってるのかな。この下の方にもあるぞ。これはトミカマルって書いたお魚屋さんだ。あれで白と黒の車が何台かあるぞ。これもこれもこれも全部パトカーだ。かっこいい。ん？これはなんだ？黒と緑の、あ、わかったぞ。これはゴミ収集車だ。今度はトミカ交通って書いたタクシーだ。お客さんを乗せて走るよ。あ、お客さんだ。ほらほら、俺はホラーマン。よし、まだまだ行くぞ。これはわかるかな？赤い車のポストマークが書いてあるよ。これは郵便車だね。今度は白いダンプトラックだ。かっこいい。なんだか赤い車がたくさんあるぞ。これもこれもこっちもだ。これはどうだろう。これもだ。これも全部消防車だ。消防車がいっぱいあったぞ。これは消防車に似てるけど屋台屋さんだ。オレンジと緑のゴミ収集車。お次は青と白のゴミ収集車。これは後ろが開くゴミ収集車。ゴミ収集車もいっぱいだ。この緑色のは何なんだ。あ、これはタヨのバスだ。こっちは青のレースカー。こっちは黒のパトカーだ。よーし、少なくなってきたぞ。どんどん行くぞ。パトカー、カズのマックイン、幼稚園バス、パワーショベル、最後はシェリフだ。みんなどれくらいわかったかな。全問正解はできたかな。よし、それじゃあお片付けしていくぞ。ちゃんとお片付けをしてドキンちゃんにおやつをもらうんじゃ。いやっふー。よーし、バッチリだ。バザーイ。へへへヘクション。うわー。道路と違って岩がたくさんあって走りにくいな。大きいキャリアカーやゴミ収集車くんがいたよ。やあマックイン、どうしたんだそんな慌てて。何かあったのかい。よし、みんなを助けに行くぞ。みんな大丈夫かな。うわ、とっても走りにくいぞ。えっほえっほえっほ、みんな待ってくれ。あそこにいるぞ。大丈夫か？よいしょ、よいしょ。よし、僕の上に乗るんだ。よし、ふう、ありがとう、助かったよ。よし、しっかり捕まっておいてね。今度はキャリアカーをやってきたよ。よし、他のみんなはこのキャリアカーに乗せるよ。まずはメーターからだ。よいしょ、よいしょ。今度はパトカー君を乗せるよ。よいしょ、よいしょ。お次は郵便車だ。消防車くんは上に乗せるよ。よし、これでみんな乗ったね。出発だ。よし、ここまで来ればもう大丈夫。ゴミ収集車くんたちも無事みたいだ。よし、どんどんゴミを僕に入れてくれ。今日はゴミ収集車が街のゴミをきれいにするよ。ボール、うめえ。ディーゼル10が街を汚してるぞ。うわ、事故発生だ。よっと。よし、今日もお仕事頑張るぞ。あ、
前から郵便車がやってきたよ。やあゴミ収集さん、今日もお仕事頑張ろう。道路にはいろんな車が走ってるぞ。タクシーにタンクローリー、あ、マクイーンだ、イヤホー、消防車にブルドーザー、やあゴミ収集車さん、あ、シェリフとパトカーも走ってるよ。わあ、ヘリコプターまでいるぞ。わあ、まずい、もう9時だ、急げ急げ。よし、ゴミがないか探していくぞ。まずはエレベーターで上に上がるぞ。よし、開いた、イヤッホー、上には何があるんだろう。よし、到着だ。あ、ここにはゴミがたくさん落ちてるぞ。よし、一つ一つ拾っていくぞ。黄色のボールに、今度は白のボール、よいしょ。お次はこの赤いゴミも片付けるぞ。よし、どん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 綺麗になってきたぞ。これで最後だ。オッケー、よし、綺麗になったぞ。今度は下を見てみよう。行ってきます。やっほー、大変だ、大きい粘土が落ちてるぞ。うわーうわーうわー、イエー、これも危ないから捨てておこう。あ、ここにもゴミがたくさん落ちてるぞ。黄色の風船に赤の風船、オレンジ色の風船も片付けるよ。わあ、もうこれ以上ゴミが入らないぞ。よし、僕たちも手伝うぞ。あ、他のゴミ収集車も駆けつけてくれたよ。ひえー、なんて大きいゴミなんだ。みんな大丈夫か。僕も手伝うぞ。もっと大きいゴミ収集車が来てくれたよ。よし、それじゃあ後ろに大きいゴミを入れていくよ。わ、どんどん入っていくぞ、すごいな。よし、バッチリだ。あれ、なんだか上からたくさんガムボールが落ちてくるぞ。誰だ誰だ、ガムボールを食べてるのはミス・フリッツァーでもないな。ん、違うぞ、誰だろう。ガムボール、うめえ。あ、ディーゼル10だ。ほら、ディーゼル10、お菓子は座って食べないとダメだぞ。なんだなんだ、うるさいな。よいしょっと、いてててててて、てよし、逃げるぞ。待て、イヤッホー、待て、許さないぞ。みんなすごく早いな。うわー、めちゃくちゃ早いじゃないか。今度は工事現場にやってきたぞ。重たいな。ショベルカー、石を集めているよ。ガガ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 、イエーイ。え、ディーゼル10、その先には道がないぞ。大丈夫かな。ゴミ収集車たちも次々に向かっていくよ。くそ、まだ追ってくるのか。待てー、わ、なんだこの先。わー、大きなため池だ。助けてー。ディーゼル天面、どこまで行ったんだ。わー、どこまで続くんだこの道は。うわー、みんな早いな。うわー、事故発生だー。大丈夫か。ここは立ち入り禁止だぞ。よいしょっと。わー、ありがとう。おおー、大きいゴミ収集車はクレーンで引き上げるぞ。よいしょっと。ディーゼル10、ゴミをポイ捨てしちゃダメじゃないか。いえー、ごめんよ、もうしないよ。なんだか大きいのが来たぞ。うわー、すごい暴れてるぞこの魚。よし、ここまで来ればもう大丈夫。ゴミ収集車くんが岩の上を走っているよ。なんだかこの辺はたくさん水たまりがあるぞ。ここには働く車やマックイーンやメーターがいるよ。さーて、出発だ。って、なんだここは。わー、助けてー。わー、消防車くん、大丈夫かい。今助けに行くよ。それー、あー、わー、大丈夫か。わー、いやー、わー、メーターまで。このままじゃまずいぞ。誰か助け呼びに行かなきゃ。
誰か誰かいないのか。道路と違って岩がたくさんあって走りにくいな。あ、大きいキャリアカーやゴミ収集車くんがいたよ。やあマックイーン、どうしたんだそんな慌てて、何かあったのかい。よし、みんなを助けに行くぞ。みんな大丈夫かな。うわぁ、とっても走りにくいぞ。えっほっえっほっえっほっ、みんな待ってくれ。あ、あそこにいるぞ。大丈夫か。よいしょよいしょ。よし、僕の上に乗るんだ。よし、ふぅ、ありがとう、助かったよ。よし、しっかり捕まっておいてね。今度はキャリアカーもやってきたよ。よし、他のみんなはこのキャリアカーに乗せるよ。まずはメーターからだ。よいしょ、よいしょ。今度はパトカーくんを乗せるよ。よいしょ、よいしょ。お次は郵便車だ。消防車くんは上に乗せるよ。よし、これでみんな乗ったね。出発だ。よし、ここまで来ればもう大丈夫。ゴミ収集車くんたちも無事みたいだ。あれあれ、今度はトーマスとパーシーがどっかに行くみたいだぞ。よし、それじゃ行ってきます。僕も行ってきます。パーシーが何かを積んでいるぞ。これは何だろう。あ、ヒロだ。やあパーシー、どこへ行くんだい。やあヒロ、ちょっと魚釣りにね。魚釣り。よし、もう少しだぞ。パーシー、着いたぞ。わあ、青くてとっても綺麗だね、トーマス。お魚さんもたくさんいるぞ。早速、魚釣りを始めよう。よし、たくさん釣るぞ。わ、黄色い魚が取れたぞ。やったー。よし、今度は紫色の魚だ。どんどん行くぞ。また来たぞ。よし、今度は何が釣れるかな。わ、また来たぞ。今度はこの黄色いお魚さんだぞ。わわわ、トーマス、なんだか大きいのが来たぞ。うわー、すごい暴れてるぞ、この魚は。下の方にも何かいるかな。あ、カエルさんを見つけたよ。これはオタマジャクシかな。カエルかな。今度はペンギンに、イルカさんもいたよ。かわいいな。この赤いのは何だろう。あ、タコだ。これはニモみたいな色のお魚だ。わあ、トーマス、また大きいのが来たぞ。なんなんだこれは、すごく大きいぞ。パーシー、頑張れ。一体何が釣れるんだ。すごく重たいぞ。うわー、ワニだー。ごめんなさーい。ひえー、トーマス、早く逃げよう。そうだね、逃げよう。みんな、今日も見てくれてありがとう。これはなんだかわかるかな。わかった人はコメント欄に書いてみてね。それじゃあみんな、また見てね。バイバーイ。